ハロー YouTube、速稼塾の久保でございます。育児をしていても情報発信止めることがなしということでございます。今日はですね、皆さんの所得、可処分所得が減るという、とってもですね、寂しい話でございます。皆さんご存知の方もいると思いますけども、多分ほとんどの方がね、意識してないと思います。消費税が 8% から 10% になった、この 2% の差をね、やっぱり頭痛いなと思う方は多いと思いますけども、そんなもんでは聞かないです。今年はですね、もっともっと分取られてるんですよ。これから読みながらお話しますね。厚生労働省が国会審議もなしに保険料を大幅に上げたことで、年金と健康介護保険を合わせた社会保険料の報酬、社会保険料率は報酬の 30% に達しました。ここまでを要約すると、あなたのお給料から 30% が保険料として取られてますよってことでございます。はい、月額とボーナスを合わせた総報酬、年収の3割が保険料として徴収されるのですから、サラリーマンが支払う保険料は、年収300万の方で年90万分取られる。要するに210万しか残らないということ。年収500万の方で年間150万分取られる。要するに350万しか残らないということ。年収700万で、年間で210万円の保険料となります。保険料は給与が上がるほど増えていき、厚生年金は年収約730万円。健康保険は年収約1600万円で上限に達します。どうですかね？年収730万の方、年収1600万の方、上限らしいですよ。それ以上はいくら稼いでも同じです。いやー、凄まじいですね。で、保険料の上限は年間330万円の取得までということなんで、稼いで稼いで稼いで、一番稼いだ人で年間330万がマックス天井でそれ以上取られることはないということなんですよ。いやー、これお得なんですかね。はい。年収1000万でも330万持ってかれるってことですよ。だから私はいつも言いますけども、年収1000万って年収600万とあんまり変わんないんですよ。もっと言ったら年収600万って年収400万とあんまり変わんないです。はっきり言ったら変わんないです。月収が200万を超えたらちょっと変わってくるんですよ。で、月収が300万を超えるとものすごく楽になります。要するに、月収200万と月収300万っていうのは、その100万の差があるのに、取られる分っていうのはあんまり感じないんですよ。そのぐらい、この200万から300万、そして300万以上っていうのは、あんまり取られた感を感じない制度というふうになってるんですね。ですから逆に言うとね、年収じゃない、月収が100万円に行くまでは、何もかも取られてるような感じです。いくら頑張っても全然手元に残らないって感覚です。で、バカバカしくなっちゃってやめちゃうんですよ。で、これはね、私がやっぱり 何度も経験してるんでちゃんとお話しできるんですけどもね、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、従業員1000名以上の大企業で働く大卒男性の平均的な生涯賃金は約3億円、大卒女性は約2億5000万ということです。これは昔から言われてますよね。これは退職金が含まれていません。最近は定年後も再雇用で働くことが多くなったので、これを考慮すると大企業に勤める大卒男性の平均生涯賃金は3億8000万円になります。大企業ですからね、これはね。ほとんどの方は中小企業か大企業といっても名前ばかりの下請けにいます。名前は大手企業の名前ついてますけども、下請けとかね、孫請けだったりするわけですから、今言った3億8000万はちょっと遠く及ばないっていう話になりますね。で、サラリーマンの、生涯賃金、平均生涯賃金を3億円から4億円とすると、これもかなり無理な設定だと思いますけども、3億円、4億円と設定すると、社会保険料は賃金の 30% なんで、年金と健康、介護保険料として9000万から1億2000万円支払ってることになります。いいですか？ 3 億円とか4億円稼いでも1億円取られるんですよ。取られるって言ったらね、必要なものに支払わなくてもならない税制なんでしょうがないと思いますけども、持ってかれるわけですよ。もちろんこれは概算で、保険料には上限があり、退職金に保険料がかからないのですが、それでもサラリーマンが生涯に1億円近い保険料を日本国に納めていることは間違いありません。ねえ。皆さん、1億円納めてるんですよ。1億円稼ぐのも大変なのに、1億円納めるんですよ。わあ。で、さらに、不都合、まだあるのか。さらに不都合な事実は、厚生年金保険料の半分、会社負担分が丸ごと国に没収されて、将来受け取る年金には全く反映されてないことなんですね。年金特別便には、これまで納めた年金保険料として、自己負担分しか、記入されてません。その通りですよね。だからね、この保険料って会社が半分払ってる部分があるんですけども、その会社の半分っていうのは会社がただ払いしてるんですよ。で、搾取されて終わりなんですよ。帰ってこないんですよ。ありえないでしょ、いくこさん。でも、あり得る現実なんですよ、これが。もう憤らないといけないですよね。もう憤る人はね、間違いなく、この令和新選組の山本太郎さんか、N 国党のね、立花孝志さんに投票した方がいいと思います。はい。
番組の途中ですいません。 N 国党に令和新選組って結構私も好きな政党なんですけども、この2つのいずれかが政権を握ってもこの問題が解決するかどうかは分かりませんので、そこはねご自身で判断されてください。ちょっと表現に断定的なところとかね、行き過ぎなところがあったなと思いまして、この動画を差し込みました。すいません。続きをどうぞ。他の政党はこれを助長してるわけですからね。保険料とか税金のことで頭が痛い方はもうこの二択になります。でその上、現役時代の手取り収入を、厚生年金でどれだけカバーできるかを示す所得代替率、最近よく聞きますね、所得代替率は年収が高くなるほど下がります。厚生労働省の試算では世帯所得月額15万円では、所得代替率 111.4% ですが、世界所得55万円では 49.2% と半分になってしまうのです。こうなってくるとちょっと頭がこんがらがっちゃいますよね。だったら保険料はどうなっているのかというと、65歳から74歳の医療費の財政調整と75歳以上が加入する後期高齢者医療制度への拠出金が健康保険組合の保険料収入のおよそ半分を占めているということなんですよ。だから保険料の半分はそういった世代に払われているということです。もうほとんど出がらしのお金しか我々は使うことがありません。もらえません。収入の多い人ほど重い病気にかかったり、病気で手厚く看護してもらえるわけではありませんから、ここでも高収入のサラリーマンほど加速度的に負担は重くなります。そうなんですよね。中途半端ってほどでもないんですけども、そこそこの年収だったら、払うは払うけども、そのリターンを受ける割合って低いんですよ。で、むちゃくちゃ金持ちだったら、むちゃくちゃ自分に対して医療費ももう個人でかけれますからあんまり問題ないんですけども、公的支援とか国の制度に頼ろうと思ったら、年収がね1000万とか2000万レベルでは全然大損なんですよ。そういうことが書いてるってことです。このように当然ですけども、年収1000万以下の方はもっと損ですからね。このように社会保険の仕組みや頑張って働いた人ほど報われないようになっています。日本は人類史上未曾有の超高齢化社会に突入しましたが、それはサラリーマンが必死に働いて貯めた1億円の保険料のうち5000万円が問答無用に没収されてしまうという、こういう結末なんですよね。さあ、それでですね、年収の低い人ほど楽をしてるのかって言ったらそうではありません。年収が低ければ低いだけで行動範囲も狭まりますし、情報の取得条件も狭まってきますしね、いろいろ不自由なんですよ。一番いいのが皮肉なことに生活保護なんですよね。まあ生活保護が、こういう言い方するから生活保護が不正をしてるっていうふうに一律に思われちゃうんですけども、生活保護のほとんどは必要な人にちゃんと受け取っていただいてます。ですので生活保護はきちんとね、これからも制度としてあるべきで、受け取っていただくべきなんですけども、本当に一部なんですよ、不正受給してる人ってのは。そのたった一部の人に生活保護全体を疑問視するのは、これはね、大きなロスでありますんで、それをね、誤解していただきたくはないんですけども、生活保護を受け取る方っていうのは、医療費がタダになって、それからね、いろいろと財産は持てないけども、保護も受けられて、毎月の所得も、まあ、いわゆるね、ブラック企業よりも上っていうふうに言われます。まあ、いろんなメリットはあるのはあるんですけども、生活保護ってのはでもね、やっぱりね、社会に出て働けないっていう、相当な事情がある方に対して支払われる、やっぱ国民の権利ですから、ここを攻撃するのはお門違いと私は思うんですよね。うん、で、なんでこの話をしたかっていうと、生活保護もそうですし、医療費もそうですし、すべての方がね、生きてるだけで価値がある人生を送れるんですよと。もっと言ったら価値がない人生だって素晴らしい価値提供なんですよと。人間は生きるだけでも素晴らしいんですよってことね、私は信じてるんですよ、馬鹿正直に。だからどんなサボってる人も、どんなに能力がない人も、自分の思い通りに人生を生きていきたいなと思うわけですよね。お、いっこさん。いっこさんからコメントいただいてます。我が家のパパさんもずっと年収1000万円超えプレイヤーでしたが、生活にあまり余裕がなかったです。あ、やっぱりそうですよね。ね、年収1000万超え、私はね、年収1000万を目指してやってた時期なんですけども、年収1000万超えてもですよ。残らないですよ、全然。なんか払いの書類が増えるだけ。なんかね、書類むちゃくちゃ増えるんですよ。なんか年収が200万とか300万の頃ってあんまり書類なかったんですけども、500万超えて1000万超えたらすごい書類です。で、もっともっと所得が上がったら、税金払ってるのに、払い漏れがあって、国税庁が来るんじゃないかって、そういう不安も起きてくるんですよ。だからなんか窮屈ですよね。中途半端なお金稼ぎをすると。本当にね、不自由で息苦しいんですよ。うん。で、圧倒的に稼げば問題ないんですけども、そんなところにね、やっぱり経済のキャパってありますから、GDP が500兆とか言われてる中で、1兆円プレイヤーって500人なんですよ。単純に考えて。いろんな要件あるんで、単純にこうとは言えないですけどね。そう考えていくと、障害賃金3億4億っていうのが、一部上場企業とかね、優良企業の、障害賃金だよって言われてる中で、
その3億4億ですら一部しか取れてないのに、じゃあね、1億前後の障害賃金っていうのは本当にもらえてるのかなというふうに考えなくちゃいけないですよね。で、累進課税で税金めちゃくちゃ大変。その通りなんですよ。累進課税でね、すごく大変なんですよ。だからといって、その累進課税で決まった制度を承知でやってますんで文句は言いませんけども、このね、保険料っていうのはね、その抜き打ちなんですよ。累進課税、税金に関しては意識しながらやるんですけど、保険料って、もうね、勝手に上がって、勝手に徴収されて、しかもバカ高いわけですよね。一番高いわけですよ。消費税なんてね、もう問題にならないぐらい保険料って高いんですよ。で、保険料が支払われる部分っていうのは、いたしかたがないところがあるんですよ。やっぱり年齢を重ねるとそこにね、お金が必要になってくるし、今高齢者の方も若い頃からずっと保険料をずっと積み立てて一番払ってる人ですからね。今60代、70代、80代っていう人は、私たちなんて問題にならないぐらい生涯にかけて、払ってきてるわけですよ、保険料。だからその方にはしっかりと受け取っていただきたいと思いますけども、でも制度としてもうね、私たちが、これ以上払いながら健康で60代、70代迎えられるのかなと。将来のための保険も大事だと思うんですけども、今日生きていくためのお金もね、これだったらなくなっちゃうんですよね。そうなると多くの方は、70代を迎える前に過労死とかね、もう死んでしまうとか、やる気がなくなって自殺とかになってくると、本当にね、これ以上に人口は減るんではないかと思いますし、悪い見方をすればですね、あえてそうしてるのかなっていう動きも感じるんですよ。ね、もう若い人が可能性を感じなくなって、結婚もしない、恋愛もしない、家庭も作んないっていう風になると、低所得者の人はそれで絶滅するんで、頑張ってたくさん稼ぐ人だけが子孫を作って生き残れば、将来100年後は素晴らしい日本ができるんじゃないですかっていう風に仕組んでるんじゃないかなっていう風に深読みするぐらい、なんだかね、腑に落ちないところが、ものすごく憤りを感じるところがあるんですけども、確かにでもね、所得を上げていくと、自由な時間って増えて、ものすごくお金っていうのは増えやすくなるんですよ。で、特権も用意されてますし、書類は増えるんですけども、それにしても、なんかね、割と、ああ、こういうことなんだ、お金の仕組みっていうのは見えてきたりとかしてね。私はね、自分の人生40から47までで、ものすごく激変しましたけども、なんかね、その世の中の不公平をものすごく感じますよね。でもその不公平をうまいこと使えてるんで、とりあえずは、怒りとか不自由ってのはないんですけども、この仕組みをなんで小学校、中学校から教えていかないんだとかね、その仕組みを知ってる人が親兄弟にいれば、少なくとも、その仕組みに向かって、20歳、30歳っていうのは進むことができるのに、なんか知らされていないし、知ってる人も全然こうやって YouTube とかでも喋らないし、自分の暮らしが安定したら、はい終わりで隠居したわけ、隠居って私じゃないですよ。私は隠居しながらも情報発信してますからね。ちょっと言いにくくなっちゃいましたね。そうなんですよ。ものすごくね、いい世界を手に入れた方って、社会からだんだん消えていって、社会と関わり持たなくなって、もうそれこそ世界中を飛び回って楽しい人生に入っちゃうんですよ。そうなるとその人たちが、おせっかいにも情報発信しない限りね、おせっかいにも情報を発信しない限り、もうね、脱出の糸口って見えなくなっちゃうんですよね。だからわざわざ、お金のことを話してくださる方っていうのは、本当にこう、感謝して受け取りたいなとこれから思うんですけども、イクコさんまたインドネシア行きましょうね。ただやっぱりその中に、お金を稼いでない人が稼いだふりをして、親切なふりをして、お金をぶん取るために発信する情報みたいなのもあるんで気をつけないといけないですよね。暗号通貨とかね、なんか ICO とかね、未だになんかウォレット詐欺とかあるみたいですけども、お気をつけくださいね。もうね、あんまり甘い話はないわけはないんですけども、扱いきれないんですよ。普通の暮らしには。はい。ですんで、今日インドネシアにね、我が社のネオフィピ藤井が旅立ちます。椎の木康晴と一緒に。皆さん、空港まで行くことは無理でしょうけども、今飛び立っているその飛行機にね、いい話持って帰れよーって感じで手を振ってあげてほしいなと思います。なんともですね、オチは個人的なものになってしまいましたけども、藤井さんよろしくお願いします。それではですね、今日は怒りの保険料の話でございました。それでは失礼します。また会いましょう。イコさんありがとうございます。